チプリアノスはカルタゴの司教を、初期キリスト教の重要な著述家であり、ラテン教父に数えられる。カトリック教会、聖公会、ルーテル教会、聖教会、非カルケドン派で聖人として数形される。日本のカトリック教会では、カルタゴの聖、チプリアの聖、チプリアの司教を殉教者といった表記がなされる。日本聖教会では、 カルファゲンの新品設置名車キプリアンと表記される。3世紀の初め頃に北アフリカで生まれる。著名な修士学者だったが、246年頃にクリスチャンとなり、その後わずか数年も経たない249年に死教となった。死教就任時にはすでに聖書とテルトリアヌスの著作について深く理解していた。デキウスミカドによる迫害時には身を隠したが、 手紙によって、教会の指導に当たった。この迫害の時に帰郷したクリスチャンたちの教会への復帰問題が起きたが、最初、キプリアヌスは、厳しい態度で、これに臨んだものの、その態度を後に軟化させ、適当な改春の後に教会に復帰することを許した。このことでノバティアヌスやローマ教皇ステファヌス一世と論争する。この論争は、 バレリアヌス帝の迫害によって、キプリアヌスが逮捕され間もなく殉教したことで、中断された。テルトリアヌスの影響を大きく受けているとされる。独創的思想家としてではなく、実践的な教会指導において優れていると評価されるが、いくつかの著作は、高い神学的価値があると評される。主張に、カトリック教会統一論がある。書簡において、教会の外に救いなしと主張。 これは、一定の聖典、教理、組織を持ったカトリック教会が神の恵みの機関であり、真の教会であるとする思想を背景とする。また、教会の基礎は主教にあり、すべての教会の主教が一つの主教職に属していることが、教会の一致と行動性を保障するとした。文化、遺憾による洗礼は、教会の祝福から外れているとした。教会における、 監督性を否定する立場から、キプリアヌスが、教会政治に変革を行い、監督性を創始したと、される主張があるが、当時激しい迫害下にあって、致命したキプリアヌスも、同調者たちも不当な権力を求めるようなタイプの、人間ではなかったこと、及び、当時起こっていた異端とされるグループは、主流派教会内で教えに背くようなことがもし、行われれば、 格好の攻撃対象としていたはずであるが、そうした形跡は見られないことを指摘して、聖職者制度の期限をキプリアヌスの主張に返す、見解を正教会は否定する。なお、ローマ教皇をペテロの後継とする、ローマカトリックの教皇主義説に対し、正教会側は、すべての主教は、自分の教会及び他のすべての教会において、ペテロの座にあるとするキプリアヌスの考えを引用し、 強行主移説への反駁とすることがある。ありがとうございます。